ちは、私ハニートラップのメイト、メイデン玉砂橋山メイデンです。今日はですね、街中歩いてると電柱に怪しい張り紙が貼ってあるの見たことないですか？あるある、気になる気になる。ある女性と出会ってお金を儲けませんか？怪しいな。それがもし本当ならとてもいいことじゃないですか。確かに、うちらはチャンスを逃していることになる。だから今日はそこに実際に電話をかけてどうなるかを検証したいと思います。いや、ぶち込んで、いやー、最初に電話するのはこちら。ダン、出てますか？リッチ女性の日常サポートね。リッチ女性の日常サポートして、はい、ダブルワークやからお金もらえるはずなんです、はい、音声も録音しておきますよ。行きましょう、はい、よーい、スタート。あ、もしもし。はい、すみません、あの張り紙を見て電話させていただいたんですけども。はい、はい、お待ちできますか？はい、ヘイジュ。あ、まだやった。どうだった？ドンメイキーパー。何ビートルズ。ビートルズ、こんなところでビートルズ使ってる絶対平和ないですよね。もしもし。あ、もしもし。お待たせしました。突然電話に出まして申し訳ありません。はい。はい、お電話でよろしかったでしょうか？はい。うん、じゃあ、あの、ポストの求人元さんっていうのが別会社になりますので。はい。うん、電話その求人元さんに、あの、電話転送という形でおつなぎしますので。はい。うん、そちらで詳しい話聞いてみてください。あ、わかりました。はい。で、お電話転送にあたり、お名前とご年齢だけこちらで伺いにやってますので。はい。うん、お名前フルネームからお願いできますか？梅木和人です。梅木和人様。はい。おいくつですか？31歳です。はい、それではお電話切らずにお待ちください。はい、できます。 Remember to re お電話ありがとうございます。梅木様でいらっしゃいますか？はい。あ、はい、31歳ということで。はい。今お仕事何かされてますか？一応本当にたまにあの派遣のバイトみたいなしてるんですけど。たまにしかしてないんですか？はい生活できてたんですか？まあ、生活はギリギリできてるんですけども、まあそのやりながらついでにもう一個できればなと思いまして。あ、はいはいはい、はい、そうなんですね、わかりました。それではですね、あの例えば回線が大変混み合っておりまして。はい、はい、あの折り返しのお電話で順次ご案内の方していたんですね。はい、はい、今携帯からお電話していただいてるかと思うんですが。はい、はい、大丈夫です。あ、会社の携帯からお電話差し上げますので。あ、わかりました。はい、よろしくお願いいたします。はい、失礼します。はい、ほわ、まず1回終わったけど、うん、めっちゃかからへん時間。いや、なんか調べてんじゃん。いや、俺のこと調べてんのかな。そう、だからブラックとか同じ企業とか警察が多分一番。まあね、でも警察なんか調べて出てくる？出てこない。でもまあとりあえずあれでしょ、俺ってバレてもとりあえず芸人やから、まあ、派遣とか嘘っぽくないでしょ。芸人って言っちゃうけど。いや、でも芸人って相手警戒するよ、まず1回目で。ああ、そっか。俺ちょっと思ったのが、やっぱ最初に金あるか確認してくれ。なんかそう、なんか何しようとしますって。そうそう、派遣って言った時の対応が、え、生活していけるんですかってさ。生活したいからバイトしたいのに。そうそう。いやし、そんなこと言ったら失礼やんか。そう、ちょっとボード出してます。ってことはもういきなりお前金ないんやったら無理やで、みたいな感じがあるね。無理や、そう、だから折り返しますって嘘をついた可能性大です。かかってこないの、このままもしかして。やっちまったな、あんた。じゃあ次ちょっとよく電話もう一件やるときにさ、ね、お金ある感じでやって。そうですね。あ、来た来た来た。ちょっと待って。録音します。オッケー、回してください。もしもし。もしもし。あ、もしもし。梅木様の携帯でよろしかったですか？はい。